皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。祖母の心霊写真。これは私の親戚にあたるおじさんの話なんですが、ある日おじさんの娘さんが外で急に包丁を振り回し暴れるということがありました。娘さんは20歳ぐらいだったと思います。仲間数人で夜のドライブに出かけた時のことです。山の方にある目立たない駐車場に車を止めて、みんなで自販機でコーヒーでも買おうかとしている時、急に彼女はバッグから包丁を取り出しました。その時一緒にいた仲間が取り押さえてくれたそうです。すごい力で、普段の優しい知的な彼女とは別人、鬼のような形相、ギャーという叫び声、しかも誰かを刺すわけでもなく、下手をすれば自分に包丁が刺さるほどの勢い。その娘さんはおじさんの家、実家から少し離れた小さな町に一人暮らしをしてお勤めをしていました。小さい町ゆえに、頭がおかしくなった、悪霊に取りつかれたなどと噂になり、仕事を辞め実家に戻ってきました。実家もそれほど大きな町ではなく、当然のように噂は広まりました。娘さん本人は記憶がはっきりしていなくて、というかストンと記憶が抜け落ちていて、私はおかしくなったと落ち込んだそうです。きっと私はおかしくなったんだと悩み、死にたいという言葉を口にするようになりました。悩んでいるところに、周りの出しゃばりな人からは、たたられてんじゃないか、うちに入れば大丈夫と新興宗教の勧誘がありました。もちろん病院にも行きましたが、異常はなかったそうです。そのすぐ後に、おじさんのお母さん、彼女からするとおばあさんが亡くなりました。ずっと同居はしていたものの、おばあさんは孫と反りが合わず仲良くはありませんでした。親戚といっても、私もそのおばあさんのことは好きになれず、私の父親も、あのばあさんは根性悪だから嫌われても仕方ないべさと言っていましたから、孫と仲が悪いのも納得できました。葬儀が済み、四十九日も近くなった頃、私のところにおじさんから相談があると電話が来ました。お前怖い話得意だべと。私は昔からオカルト話が好きだとうちの父親から聞いたそうです。内容は一枚の写真、おじさんと娘さんのツーショットなんですが、二人の頭の上には亡くなったおばあさんの顔が写っているんです。撮ったのは葬儀の日。葬儀が終わり、自宅で何気なく息子さんが撮った一枚でした。写真のおばあさんの顔は結構はっきりと二人を覗き込むように。で、驚いたのは、一瞬なんですが口が動いて何かを言いたそうにしている、そう見えるのです。最初は映ってなかったとのこと。日が経つにつれ、どんどんおばあちゃんの顔が濃くなってきたとおじさんが言いました。うちの子がおかしくなったって噂があるべさ、これ以上のたたりだなんだは困るんだと切羽詰まった声でした。で、私は心霊研究をしている A さんという30代の男性を紹介しました。あいにく霊能者の知り合いはその時はいなかったので、心霊研究家なんて怪しさマックスでしたが、その A さん、知識と場数はかなりのもので、その方にもおじさんにも申し訳ないのですが、コンビニ感覚で紹介してしまいました。
A さんに見せたところ、おばあさんの口が何かを喋ろうとしているとすぐに言いました。やはりパクパク口が動くのです。お孫さんのことを心配しているんじゃないかなという説明でした。おじさんが娘が包丁を振り回した件、何かにたたられてるのではと怯えた毎日だと伝えました。包丁を振り回したのも孫が悪いわけじゃない、そう伝えたいようですねと A さんが説明しました。その瞬間、写真のおばあさんの顔は煙のように消えていったそうです。手品のようだったそうです。後日紹介した手前、私が例の包丁を振り回した場所を確認したところ、自殺があった場所でした。詳しくはわからなかったのですが、間違いなく自殺があった場所。そのことを A さんに報告したところ、そこにお地蔵様はあった？と聞かれ、私がなかったと答えると、きっと誰も供養してくれないんだなぁとボソボソ言い始めました。私がなんで包丁を持ち歩いてたんだろうねと質問すると、わからんなぁ、でも理屈で説明できないことは世の中にあふれてると A さんがボソボソ言いました。 A さんの勧めでちゃんとお寺に供養をお願いしました。写真と自殺された方のことを合わせてです。仲が悪かったとはいえ、孫のことを最後まで心配していた愛情は亡くなっても生きているんですねとお寺でご住職のお話を聞いて一安心したそうです。現在私は A さんとは疎遠です。まだ怪しい研究家なのかもわかりません。ただおじさんを含め親戚は平和に暮らしているという現実だけです。コンビニ感覚でも私役に立てたな。はい、 DSC オカルトラジオ、ともです。木村です。圭介です。本日はこの3人で本当にあった怖い話、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。お願いします。ミーヤンさんからの投稿で、はい、祖母の心霊写真というお話でしたけど、はいはいはい、はい、これは怖い話かと思いきや、うん、なんか最後、うん、なんかおばあちゃんが心配してくれてて、そうなんですよね、なんかいい話みたいな、うんうん、で A さん何者みたいな、うん、そうそうそう心霊研究家、はい、でも確かに知り合いに心霊研究家がいたら、うん、うさんくさいなって思います。思うよね。コンビニ感覚で俺もあの人詳しいらしいよみたいなね、うん、言っちゃうよね、うん、言っちゃう。でも本物っぽいよね、うん、この話の中だとっぽい、ね、なんかちょっとこう無理に怖く考えちゃうみたいな癖がちょっとあるじゃないですか、うん、僕、うんうんうん、なんかこの住職のセリフもちょっと実は濁してて、うん、成仏したみたいな、うん、おばあさんも、うん、おばさんか、うん、もうそうやって思ってたんだねっていう風にしたんだけど、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、あと今あの住職って言った、はい、ドッペルゲンガーの話、あ、違います。心霊写真、最後お寺でご住職のお話を聞いて一安心したそうです。仲が悪かったとはいえ、孫のことを最後まで心配していた愛情はなくなっても生きてるんですねって、そうか、住職が言うんすけど、そうか、そこかそれを実は、うんうん、本当は悪い、もっと全然違うのを、うんうん、成仏っていうか、はい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 、お祓いしたんだけど、うん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 、子孫だから言えなくて、はい、濁してこうやって言ってるみたいな、うんうんうん、風にちょっと俺はオチを捉えちゃいましたね。なるほどね、うん、そういうことか。でも無理に怖くしてますけどね、はい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 、じゃないとなんかそのあと一生続くもんね、それでもしそのおばあさんが、うん、なんか孫のことをなんか呪い殺そうとしてたみたいなことだったとしたら、うんうん、そうだったんですよみたいなことさ、うん、言われたらさ、うん、そうですね、一生残ります、一生続くじゃん、うん、でもさ、これでなんか逆に
あの心配してたんですねみたいなこと言われたら、うん、ああよかったなっていう、ね、そうそう一生それが、ねうん、続くからさ、うんうん、本当でもそれ圭介の言うのはありえるよね。ありえるっすよね、うんまあ、その住職さんの起点の聞かせってことでそれからちゃんとお墓参りもするだろうし、うんうんうん、っていう風にもつながってくるっていう。そうだね、包丁を持ってた謎、うん、謎、理屈で説明できないことが世の中に溢れているという A さんのね、A さんのありますけど、うん、なんで包丁持ってたんだろう本当にっていう。本当だね。だからもう振り回してる時の記憶はストンと抜けて、ね、あもう持ち出したところから記憶抜けてるんだったらでもさ、なんか文章中からは、はい、その場所で自殺があったって話じゃない、はい、ほんでその、まあ、察するところそのこれ自殺した例がその、何さんだったっけ娘さんに乗り移ってそういう行動をさせたみたいなニュアンスじゃない、うんうんはい、その場所に行って偶然、はい、乗り移られちゃったみたいなのわかるけど、はい、その前段階として包丁を持ってそこに行くっていう、 うん、そこのなんていうの、まあ、偶然性とか必然性ってなのか分かんないけど、うんうんうん、まあ その A さんが言う理屈で説明できないことがあるっていうのだけで片付けられるのかなっていう、うん、それこそおばさんの例にもうそういう風に操られてるというか、本当に、その場所で自殺があったとかは、うん、ないことというか。あーなるほどね。実際はだからその心霊研究家も嘘なんですよ、うん、実は、うん、たまたまこう合致しちゃってるけど、はい、その前の包丁を持ち出す時点から、うん、もうそのおばあさんの、うんうん、おばあさんにやらされてるというか、ているという、うん、で結果そういうことがあったからっつっていろいろやってったら、うん、その心霊研究家が出てきて、うん、あそこは自殺があったんだよみたいな、うん、こう適当なことを、まあ、この人も結果インチキっていう体ですけど、はいはいはいうん、って言ってって、うん、おばあさんのその写真のこととかがあって、うん、結果住職のおかげで解決はしたんだけど、うん、そのまでの、ミータンさんでしたっけ、ミーヤンさん、ミーヤンさん、うん、ミーヤンさんが思ってるここは合ってたんだなっていうところも実は合ってないみたいな。おなるほどね、うん、ならなんか包丁を持ってくのも、うんまあ、分からんくはないかなっていうか持たされちゃってる、うん、もうその時点で乗り移られてるから、うん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 、持ってったっていう風に説明もできるかなとは思うんですけど、無理くり。でもなんか無意識で持ってくるはずじゃなかったのにカバンの中入ってたってやつはたまにありますけど、あるあるある、うん、あるあるっすあるっす。リモコンとかたまに入ってえリモコンテレビのねそれはなんか落ちて入っちゃった落ちて入っちゃったみたいな、うんうんうん、テレビじゃないやごめん、エアコンのリモコン、多分携帯と間違えた。あなるほどね。それだったらさ部屋の中にあるもんだからさ、うんうん、なんか間違えて持ってきちゃうのはわかるけど、うん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 、包丁ってね、そう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 、うん、一番持って出ちゃいけないでしょみたいな。うんとすね。なんかバーベキューの時期とかに車の中に入れっぱとかは、まあ、まあそれはあるかも。うん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 。先輩でいた。おう。え？包丁持ち出して暴れる人。何それ？やっぱあのおかしいんですよ精神的に。おう。ね、いたっすね。もう治ってますよ。うん。けどその時は包丁持って出てったから、うん、警察にもう親が警察に通報してっていう、っていうのがあったっすね。その時の記憶とかは全然ある、いやあるありますし、その精神的な彼の中では統合性が取れた行動だけど、はい、旗から見たらとんでもない行動だぞっていう、はい、でも多分殺そうとした、刺そうとしたりとかしてたっていうことなのかな、はい、あれだったと思いますよ確か。怖いましたね。でもこのお話、うん、実話じゃないですか。実話ですよ。あのその包丁を振り回した場所が自殺スポットだったとか、うん、これ全部本当、間違いとかじゃなく、その心霊研究家も本物でっていう風になったら、はいうん、怖い要素めちゃくちゃありません？めちゃくちゃある、うん、包丁振り回す謎の行動を、うん、
自殺スポットだった心霊写真、うん、はい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 、でお祓いがあってのみたいな要素満載だね、すごいっすよね、オカルト要素満載、満載のお話、盛りだくさんの話だ、本当だね、うん、そうなんですよ、心霊写真一つだけでも、うん、怖い話として成り立つのに、成り立つのにいっぱいあるっすね、付随する、なんて言いたかったのかな、おばあさんは、心霊写真の中のおばあさんは、うん、まあ、僕の説で言ったら多分悪いこと言ってるっていう、殺、殺死ねみたいな、死ねみたいな、そうだね、悪い方だもんね、うん、でもいい方向だとして、うんうん、なんかでも悪い方向だったら、うん、なんかその辺の描写も書いてありそうな、印象に残りそうな、睨んでたとか、あ、なんかありそうな気もするっすけどね、覗き込むようにっていうだけなんで、そうだね、うん、その実はその煙たがられてたじゃないですか、うん、仲悪かったっていうね、その時に実はこうなんていうんですか、おばさんなりのアドバイスっていうか、こうした方がいいぞっていうのを結構押し付けてて、それが嫌でちょっとこう毛嫌われてるみたいなところがあったら、その写真の中でも言ったじゃねえかと、注意しろって言っただろうみたいな、おせっかいババアみたいな認識だったけど、本当はその彼女、娘、彼女にとっては正しいアドバイスだったみたいなね。でもこういう心霊写真って見る人が見れば動いてんすかね。もうなんかこれはそんな感じだよね。うん、もう僕らにはね、その写真としか見えないじゃないですか。うん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 、だけどその動画みたいに見えるのかなっていう。でもなんか番組とかで見たりするじゃないですか、心霊写真とかを、うんうん、でその時に写ってるのはこれなんだけど、写ってるのはこれなんだけど。うん、実はこの俺らには見えないところに映ってますとかって言ったり、あ、うん、あるね、なんか動いてるみたいな、そのもやが、うん、みたいなことを言ってたりするんで、うん、動いて見えるんじゃないですか。うーん、すごいな、見えるパターンもあるというか、そういうパターンもあるんだね。でそれこそ僕らの知り合いの霊能力者の方いるじゃないですか、うんうん、に、怒られたことがあって、うん、それは俺とトモくんで話してて、トモくんが作った心霊写真があるんですよ、うん、僕ん家の目の前の公園のブランコに女の子が座ってる、はい、でそれを見した時に、うん、もうみたいな、うん、写ってないけど、うん、本当にそこにおって、その女の子の霊が、うん、でもそれはいいんだけど、うん、これ写真には見えないけど、うん、その横にお母さんもいると、うん、でこっちを指さして怒っとるみたいな、そういうことすんなみたいなことを言われたんですけど、おうおう、怒っとることが分かるってことは、うん、なんかこう指さしながらなんか言ってたりとか、鬼の形相だったりとか、うん、怖っ、動いて見えてそうじゃないですか、見える人には。怖い、その話も怖いね。めちゃくちゃ怖いですよ。なんか前もちらっと聞いたような気がするけど、うん、いや改めてその話怖いわ。めちゃくちゃ怖いですよね。だから俺が撮った写真に、俺がなんか適当に素材持ってきて、フォトショップかなんかで、うん、そのブランコの上に揺れ出して、その女の子を重ねたっていう、ね、うん、それでその人が言うには、はい、トモ君も若干そういう感じる力があるから、はい、気づいてないけど、うん、もう見えちゃってるんだよみたいな、うんうんうん、だからここにこの子を乗せたしみたいに言われて、あ、そうなんだってなって。ただこれ俺んちの目の前の公園なんですよ。で分かると思うんですけど、うんうん、木村さんたちは、うん、俺んち目の前に駐車場があるじゃないですか、敷地内に、うん、そこにバックで入れるじゃないですか車を、うんうん、そうすると俺夜とか帰ってくるじゃないですか、うんうん、夜帰って待ってバックで止めると、うん、その俺の車の目の前にそのブランコあるんですよ。どうしたって見えちゃうね。どうしたって見えちゃうんですよ。だからね、いつもねこの話すると思い出して怖くなるんですよ、家帰るの。ここに親子の霊が、そうなんです、今でも怒ってんじゃないかなみたいなね、指さしてんじゃねえかと。指さされるのは怖いね。怖いですよね。だから俺それであって思った時は階段めっちゃ駆け足ドバイアイス。指さし怖いっていう話だけどさ、はい、この間さツイッターにさ、はい、ガチャガチャあるじゃん、ガチャガチャ の、うん、プライズっていうかで、うん、あとなんか貞子シリーズみたいなのが出ますよみたいな、うんうんうん、情報が回ってきて、うん、井戸から出てくる貞子と、あとテレビから出てくる貞子、うん、あとは
か鏡で髪を溶かしてる、うん、お母さんの、うん、そうそう女の人、あとねもう一個はね、なんかあと二つがあったけど、もう一個はねあのね頭に白い布をかぶせた男の人が立ってて、立ってる男の人がなんかちょっと斜め下の方を指さしてて、はい、で白いシャツ で、うん、で頭に布をかぶせてるっていうそういうフィギュアみたいなのがあって、あれさ確か呪いのビデオの中にさ、はい、さあのリ、なんて映画版のね、そうそう映画版のリングの呪いの中に出てくる呪いのビデオのワンシーンで、うんうん、なんか瓦みたいなところでさ、そうあるんですよね、なんか指をさ刺してるみたいな、はい、あるじゃん、あれ確かにちょっと何指さしてんのこれみたいな、うんうんうん、そうやって言われてみればその指さすっていう行動ってさちょっと不気味というか、不気味っすね、刺されるのも嫌だし、うん、ちょっとやめてよってなるし、うんうん、なんかそうやって指さしてるっていうのがなんかちょっと奇妙なというかさ、あの俺らおからじ始めた当初に、うん、これがあると怖いアイテム、うんうん、赤い靴とかの中の一つに入れましょう、はいはいはい、指差しね、うんうん、絶対怖い、入れてもいいよね、うん、指差された、うん、もやだし、だってそれこそ、都会のスクランブル交差点みたいなところで、うんうん、信号待ちしとって、怖い向こう側の全然知らない人に、うん、指差されたりとかしたら超怖い、めちゃくちゃ怖いですね、服装とかも関係あるのかな、なんかその白い布かぶされてる、うんうんうん、あの白いシャツの、はい、あの指差しリングの、はい、はかなり不気味じゃないですか、不気味だよね、はい、うん、だけどあれが、うん、石原さとみだったら懐かしい、原点に戻ってきたみたいな、懐かしいその交差点で指差してくる人が石原さとみだったら、うんうん、嬉しい、うん、そのまま俺も指差し返して ET しますするする絶対その時笑顔だしね、笑顔ですね、うん、いやなんか懐かしいな、懐かしいですね、懐かしい懐かしい、石原さとみだったらすごい懐かしい、懐かしい、今だったら浜辺みなみだったらがいいな、パッとあれ、うん、すいません、浜辺みなみさんが分かんない、え、うん、いや、あ、あ、すいませんすいませんそうですか、石原さとみにしましょう、そうですね、やっぱり、うん、やっぱあの服装は、ま、結構関係ありそうですね、うん、そういう、まあ、見た目ありそうだね、うんうん、まあ確かにあのさ、なんていうね、白装束っていうのなんか、うんうんうん、あのね、亡くなった時とかにさ着せるようなあれとかでもやっぱちょっと気持ち悪い、気持ち悪いですね、うんうん、なんかあと時代がちょっと遅れてるような昔の一昔前のファッションとか、うんうん、そう昭和初期とか今に似つかわしくないみたいな、似つかわしくない、ああいうのだとちょっとおわってなる、不気味さが増えるかもね、うん、そうだね、リッキーさんが新しくオープニング作ったっつって、はい、ほうほう、動画を怪談朗読者のリッキーさん、はい、うんうん、で見たら、うん、あ、ま、思いっきし真似してましたよ、指差し、そうなんだ、ぜひぜひ見てください、うん、見てみよう、でもあれ、あ、全然リングのビデオの話になっちゃうんですけど、はい、あれハリウッド版のリング見たことあります？あ、ない、見たことないです。ハリウッド版のリングの呪いのビデオ、うん、と日本版のリングの呪いのビデオ、うん、ハリウッド版の方が俺はですよ、うん、映像はかっこいいんですよ、ほう、そのアングルとか、スタイリッシュって感じ、スタイリッシュな感じなんですよ、うんうんうん、だけど不気味なのはやっぱ日本のやつで、あ、なるほど、それ何の違いかなと思ったら、うん、日本は、日本版は結構定点カメラなんですよ、ずっと、おうおうおう、アングルが動かないんですよ、ああ、確かに確かにそうだ、はい、だけど海外版はあのアングルが動いちゃうんですよ、へー、だからスタイリッシュにはなるのかもしれないんですけど、不気味さはもうこっちだなって、あれ確か見てる、年写の見てる映像なんですよね、あ、そうなんだ、うん、だからそれは見てる人が動いてるっていう、そのハリウッド版の場合はなのかなーっていう感じはしますけど、そうか、ぜひなんかあの多分 YouTube とかにもあると思うんで、ああ、その呪いのビデオのシーンだけ、シーンだけみたいな、海外版と、日本版と、あ、思い出した、あれだ、 VHS のテープだ、もう一個は、ああ、そのガチャガチャの、そうガチャガチャ、そう、ただね、あの VHS のテープって平たい面あるじゃん、はい、そこにね貞子って書いてあった、
作中書いてあったそんなこと。いや書いてないと思います、ね、うん、でなんかこの背表紙っていうか、うん、そこにはねなんかマスキングテープでちょっと斜めに貼ってあってコピーって書いてある。ああなるほど、確かそんな感じだった気がする。回した後ってことか。なんかね そんな感じだった。なんかチョイス、うん、場面のチョイスがなかなか面白いな。あ確かに確かにいいとこチョイスしたなみたいなさ、うん、ちょっとやりたいっすもんそのガチャガチャでもなんで今貞子なんだろうって、ね、ちょっと思ったけどね間違いないっすね、まあ、そう、まあ、ちょっと戻りましょうかね。どうなんだろうなこの話は。まあでも、まあ、結果ミヤさんがその霊の、うん、霊心霊研究家の A さんを紹介したことによって住職にもつながったし、うん、まあまあいいことしたとは思いますよね、うん、もうその後は何も起きてないのかな。まあまあそうなんか平和になってますみたいなことがありますよ ね、そう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 、あ一時期の何かそういう霊障というか、うん、いくつぐらいの時だったっけ。20歳ぐらいの時、20歳ぐらいか。娘さんが、娘さんがね、うん、そんなにめちゃくちゃ若くないもんね。うん、これちょっと俺あれなんですけど、これ娘さんが包丁を取り出したのは、はいはい、このなんか頭がおかしくなったって言われる、言われたこれで、この行動があったから言われたってことよね、うん、そういうことか。そうそう、これまあその心霊研究家の人を、はい、コンビニ感覚でファッと紹介して、うん、はい、今回うまくいったからあれですけど、うん、もしこれが、うん、例えばその心霊研究家みたいな人が、はい、詐欺師みたいな人で、あなんか信仰宗教とかね、なんかお金を踏んだくろうとしてるみたいなさ、うん、それにも巻き込まれちゃったみたいな感じになったらめちゃめちゃ嫌な話になっちゃうんですよね。本当だね、人怖みたいなの混ざってくるみたいなね。ミーアンさんももうすごい、そうそうね、ミーアンさんもね、あそういうのがあるもんで、なんかたまに来るじゃないですか、紹介してくださいってこの放送で言ってたのは、うんうんうん、でだから言えないっすよね、ちょっと。そうだね、僕らが信じてる信じてないとかがじゃなくて、うん、どう感じるかなんで、うん、まあそうだよね、紹介した人が、うんうん、なんかそう考えるとこのお話やっぱおばあさんいい人だ、おばさんいい人だったんじゃないかなって思います。うん、おばあさんだよね、おばあさん、おばあさん心霊写真に写ってたのもおばあさん、あそう、そのおばあさんがいい人だったんじゃないかなって、うんうん、まあそうだね、そう思いたいっていうのもあるしね。なんかそこまでもし俺が言ったっての悪い例だったとしたら、うん、ここでこんないい人をあてがわせないと思うというか、あそこもね、うん、ちゃんとした、うん、また変な人をこう巡り合わせるというか、そう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 、あ、まあ、そうだね、それもあったのかもね、うん、だから実はいい人、うんうん、いい話のパターンの気がしてきたっす、全体的にね、うんうん、まあ、うん、突然二十歳の時にそうなっちゃったらでも本当にどうしようってなっちゃうもんね。知識と場数はかなりのものっていうのも気になりますよね。ああ A さんね、うん、30代で、うん、ちょっと気になるね、まあ、A さんとは疎遠になっちゃったもんで、うん、今は、まあまあでね、みたいな感じですけどね、うん、だからその A さんが気になる話ですね、紹介してもらいたい、ね、うん、間違いないさっき愛だけいやいやちょっとやっぱり紹介とかするとみたいな話しとったのに紹介してもらいたいわっていうそういう気持ちで見ないですからね僕らはね、うんうんうん、そういう気持ち、そのこの人詐欺師だろうみたいな、あ、うん、うん、こう公平に見ますからね、うん、ちゃんと、うんうんうん、と、まあミーアンさんよかったら教えてください、はい、もし知ってたら教えてください今それになっちゃってるけど、なんとかしてつながる方法がある気がするんで、ね、うん、Facebook とかはい、はい、ということで、うん、終わりますか。はい、ミヤンさんありがとうございました。ありがとうございました。ドッペルゲンガー。今から7年ほど前の話です。当時とある雑居ビルの7階で仕事をしていました。私のオフィスはエレベーターから女子トイレ、給湯室、男子トイレの前を通り、
数個のオフィスの前を通って一番奥にありました。ある日地下に用事がありエレベーターで戻ってきた時のことです。給湯室に男性の同僚の A さんがいました。でも様子が変でした。電気もつけず薄暗がりの中、流しとは反対側の壁に鼻がくっつきそうなほど近づけて立ち尽くしていました。うわ、何してるんだろう、話しかけづらいなと思ってそのまま素通りしました。すると男子トイレから A さんがハンカチで手を拭きながら出てきました。私に気がついてお疲れ様って声をかけてきました。私は混乱して変な声でお疲れ様ですって返したと思います。 A さんはさっさとオフィスの方へ歩いていきました。それからと軽いパニックになり数歩後ずさりをして給湯室を覗きました。そこには最初に見た A さんはいませんでした。さらに混乱してしまいましたが、仕事中だったため何だったんだろうと思いながら仕事に戻りました。その日の夜家に帰ってきてから昼間にあったことを思い出して給湯室にいた A さんがドッペルゲンガーだったのかもしれないと思いました。そんなことを考えていてふとあることに気がつきました。 A さんはハンカチで手を拭きながら出てきたということは、出てくる直前に手を洗っていたということ。男子トイレの手洗い場は給湯室の方を向いているんです。一度間違えて男子トイレに入ったことがあるので構造は知っていました。つまり消えた A さんと本物の A さんが壁一つ挟んで向かい合っていたことになるんです。もし壁がなかったらと考えるとゾッとしました。はい、2話目、ドッペルゲンガーというお話で、カラノさんからの投稿ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、俺ドッペルゲンガーって、自分と全く同じ顔の人がもう一人いるみたいなのは聞いたことあるんですけど、この話の内容的に、お化けなんってなったっす。ドッペルゲンガーってお化けなんすか？一応ね、ウィキペディアより、はい、いいですか、はい、ドッペルゲンガーとは、はい、自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種で、自己像幻視とも呼ばれる現象である、自分とそっくりの姿をした分身、第二の自我、生き霊の類、同じ人物が同時に別の場所に姿を現す現象を指すこともある、はい、超常現象辞典などでは超常現象の一つとして扱われる、ほう、あ、じゃあ、はい、この以上です。A さんがトイレにおる間に別の場所に A さんがおるのを目撃したってことは、これもドッペルゲンガーってことですね。そうだね。基本的にはあれなんだね、本人が見た場合っていうことだね、っていうのがドッペルゲンガーですね。なんでバイロケーション、になるのかな。その人か、この話だと、この話をその人に言ったら、その人からしたらバイロケーション。あ、そうそうだね、そういうことだね。いや、本当にそれこそ壁がなかったら会っちゃってたっていうことですよね。そうだね。これはね、あ、すいません、今そのトモ君のバイロケーションについてなんですけど、はい、ちょっと前の放送で、そのバイロケーションについて木村さんが伝えて切りしてるみたいな考察してた時の回のコメントであったんですけど、私も似たようなことがあるっつって、それで俺らが話してたのは、木村さんを俺らが見たけど、木村さんはその場にいなかったみたいなパターンじゃないですか、じゃなくてその人は自分が間違えられて別の人に喋りかけられたんですよ。ああ、はいはいはい。そう、はい、で、何してんのみたいな、
でその人は全然知らない人だから、ね、え何がですかみたいな、うん、であ別人だったみたいなことになったの、うんうん、っていうのがあったっすって言ってたんですけど、うんはいはいはい、これもバイロケーションなんですか、まあ、そこで解決してなかったらバイロケーションかもしれないね。ああなるほどなるほど、うん、ナンパじゃないのかねあたかも知り合いのふりして声をかけて親しげに声をかけてはいはいはい、はいそれからの手口でそうそうそれからの手口でさあそれはナンパか、うん、バイロケーション風ナンパ風ナンパだね、うん、なるほどあれ違いますみたいなあれ違うのみたいないやめちゃくちゃ似てるんすよそう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 で向こうのリアクション見て、うんうん、乗ってきそうだったらちょっとよかったらうん、うん、そう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 ちょっとその友達の写真送りたいんで携帯番号いいですかとか LINE 交換してもらっていいですかやったことあるいやいやないですけどそう行きません行きそう行きそうですよねでももうみたいな感じでまあ戻しましょう戻しましょう、うん、しかもこの何ていうんですか目の前でそれを見るってすごくないですか、うん、その現象をね、うん、見るのねすごい2人いるってことだよね、うんうんうん、あれあれってなるよね、あでもこれ話、うん、聞いてて思ったんですけど思ったっていうか思い出したんですけど、はい、僕がちょっとうーん4年ぐらい前、うん3、4年ぐらい前に働いてたオフィスも、うん、7階、うん、うんと、何階だったかな、あれ。5階建てか4階建てだったかな。うん、結構、豊橋では、見たことあるそのビルっていうぐらいの有名なところのビルにオフィスがあったんですけど、うん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 、そうっすね。そこでもう、給湯室のお化けいましたよ。はい、そうなんだ。多分、これ、結構一緒っす。トイレがあって、はい、廊下にトイレがあって、はい、でそのトイレの向かい廊下挟んで向かいに、うん僕らのオフィスがあって、はい、でそのトイレのもっと奥は給湯室だったんですよ、うん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 、でその給湯室であその僕らオフィスはすりガラスになってて、はい、通ったりとかするんですよ、うん、マジで。あでもそこはもう給湯室しかないみたいな。そのトイレか給湯室しかないんで、他の階の人が来ることもなく、ないないない、全然ない。あと、とかじゃないと、その廊下に入るのにもドアがあって、はい、そこカランカランって絶対なるんですよ、開いたら。あ、だから給湯室から出てくるパターンもあるし、お足音がしたり、なるほどね、それが僕だけじゃなくて全員知ってるんですよ。あそこで働いてた時の噂になってるんですよ。であれ誰誰今いたよねみたいな感じで言われたりとか、結構あったですね。バイトとかの中では噂になってましたね。へえ。そこ行ったことある？あるっすか。あ、うん、そのそ友が働いてる時に行ったことある、うん、その給湯室も行ったことある。そっかそっか、そうだそうだ、うん、それ俺も行ったことあるところですか。あ、多分あるんじゃないかな。でも別にそんな悪いところではないですよ。別に変な感じはしなかったけどね、うん、変な感じ全然しないです、うん、全然悪いところじゃない。悪さをするやつじゃないけど誰かいたみたいな。なんかいるですね。このお話はこれ1回きりなんですか。このこれ追記があるんですけど。ほう、へえ。あ、見てなかったですか。見てなかったっす。あ、本当ですか。はい、じゃあ読みますね。おー、やった追記があるんですよ。はい、先日ドッペルゲンガーの話を送ったんですが、後で思い出したことがあったので追記という形で送らせていただきます。はい。A さん、当時40歳ぐらいのドッペルゲンガーらしきものを見たということを当時交流のあった実話怪談の作家さんに話をしたんです。その話を聞いた作家さん B さんとしますが、取材してみたい、知ってるお寺があるからお祓いをしたらと勧めてきました。次の日、私は会社の休憩時間に A さんに実はもう一人の A さんを見たことを打ち明けました。すると A さん本人ですよね、は、あー、なんか強いものがついてて払えないらしいんだよと言ってきました。私はびっくりしましたが、ダメ元でもう一度お払いをしてみないと勧めました。ダメだと思うけどいいよと言ってくれたのでお払いを受けることになりました。それから数日して会社が休みの日に私の車で A さんと B さんと3人でお寺にお払いに行きました。そのお寺の住職さんは女性でした。占いのような形で袋の中から石を数個選んで
一人一人お話をし、最後にお祓いをするという形のところでした。先に A さんがお話をして、次に私の番になった時に、生活で悩みがあったので私もお祓いを受けることにしたんですと、あの A さんを連れてきたのはあなた？と問われました。そうですと答えると、住職さんが涙ぐみながら、よく連れてきてくれたね、本当によく連れてきてくれた、ありがとうと頭を下げて言われました。私はなぜですかと聞いたのですが、答えは教えてくれませんでした。そして私からはお払い料を受け取らずに、逆にガソリン代をいただきました。もやもやしたものを残したまま、この日は帰路に着きました。後日 A さんから、やっぱり無理だったよ、あなたについているものは私には払うことはできないって言われたよ、もう諦めてるから大丈夫だよ、生きてるだけ儲けもんだよと笑って言われました。住職さんは今までの彼のことを見たのかもしれません。彼は子供の頃から事故や病気をたくさんしていて、私が出会った頃には体中傷だらけで、首も回らず左目も見えず、左の手もうまく動かせない状態でした。ドッペルゲンガーも一つの霊障だったのかもしれません。きっと A さんはもっとたくさん怖い思いをしてきたんだと思います。それからしばらくして A さんは会社を辞めてしまったので、今はどうしているのか分かりません。何事もないことを祈るばかりです。ほう、ほう、後日談付きの、そうだったんだ、怖い話見てなかったですか？見てなかった。あ、本当ですか？はい。そうなんだ。ってことは、A さんについてる霊が、うん、A さんの格好をして出てきたみたいな。うん、そう考えることはできるよね。うん、ドッペルゲンガーというよりなりたいみたいな、 A さんになりたいとか。いや、だから一個ずつ持ってってんじゃないですか、メモ。おお、すげえ、サブ。なるほど。どん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 、はい、パーツを奪ってってると、奪ってってる。そして完全に入れ替わると。入れ替わる。おー、すげえ。すげえな。それだ。それだね。うん、なんか強いものがついてて払えない。うん、どこ行ってるんでしたっけ？首も目も、うん、手もっていう感じでしたよね。うんうんうん、そう、うん。あとこの占いの人、うん、よく連れてきてくれたねって。うんうんうん。なんだ、何がってなりません？うん、あ、だからかわいそうってことじゃない？その A さんがもうなんか満身創痍でかわいそうで。こんな人が生きてるの辛いだろうから、私が払ってあげるみたいな、解放してあげるみたいな、その辛さから解放してあげるみたいな、もうなんか生きてるだけで本当に辛い状態だったみたいなさ、うん、そういうことなんじゃないのかね。でもまあ結果払えない、結果払えなかった、払えないけど、そういう気持ちでっていうことですね。そう相当強いんですね。そうずっとついてそうですね、小さい頃から。逆にその本人もめっちゃ強いよね、その人間の自力っていうか、うん、生命力っていうかさ、うん、多分変な弱い、それが弱い人だったらもう簡単に取り込まれちゃうのか、うん、そのね、なんかもう事故もいろいろあったっていう話だからさ、うん、命を落としてることもありそうだけど、なんかもう人間力っていうか自力でもう対抗してるみたいなさ、うん、あ、その怪我するときは人間力が下がったときみたいなのとかもあるかもしれない、ね、あるかもしれないね、なんか睡眠不足とか、睡眠不足とかその精神的なちょっと参っちゃったとかね、あるかもしれないね。で、完全に乗っ取られてやめてったみたいな感じなのかな。あ、どうだろうね、心配っすね、今生きてるかどうか、何事もないことを祈るばかりです、うん、なかなか。でもなんか乗っ取られ、その状態だと、うん、まあ、うまく動かないとかってなってくるじゃないですか、うんうん、そのまま取ってったらもう全部動かない、うん、だから死んじゃうみたいなイメージなんですよ。そうか、そうか、だから乗っ取るというより連れてきたいみたいな感じなんじゃないですかね、うん、ああ、そういうことか。
いやでもだったらさ、そのドッペルゲンガーっていう姿じゃなくてもよくない？まあまた、なんかその姿に憧れてるというか、そうなりたいからそういう形に具現化して見えたみたいな、そのなんかついてるものがだったら、なんか凶暴な形でいいんじゃない？もう首一発で殺しちゃってもいいわけですもんね。死神みたいな、そうとか、なんか憧れというかそうなりたいのかなって思うけどね、うん、でもそれを他の人に見せる意味って何なんだろうねって、そのカラノさんはそれを見たわけじゃん、うん、2人いる撮ろうとしてたところ、ちょうどその時は姿を現さないと撮れない、奪えないみたいな、なんか力を発揮しとるから、うんうんうん、そのなんていうんですかね、形が現れちゃうみたいな、普段は透明人間みたいな見えないしてるんだけど、うん、だったらそれこそもう後ろにいるとか、あそっか、うん、なんかその壁、わざわざ壁を隔てて鏡にしないといけないみたいな、正面にいないといけないみたいな、ああなるほどね、うん、あ それは別にもうその壁があるけど別にそこは物理関係なくみたいな、そのカラノさんは、うん、その A さんに憧れとかなかったのかな、 A さんがすごい仕事できて、うんうん、私も A さんみたいになりたいみたいな気持ちがちょっとあって、うんうん、その幽霊と波長があったみたいな、はい、あなるほどね、 A さんになりたい欲にちょっと波長があって見えちゃった、うんうんうん、みたいな、いつもいるんだけどそこに、それもあるかもね、そういうのも、うん、波長が、さあこっちの話でさ、はい、住職さんが出てくるからさ、はい、さっきの1話目の方で、はい、住職さんの話ができた時に、はい、あれあれと思ってちょっとねごっちゃになっちゃったんですよ。ああなるほど。そしたら1話目の方もちゃんと住職さんが出てきたっていうね。それちょっとねごちゃっとしちゃったんですよね。そう俺さっきの時はその後日談を知らずにいるから、うん、何言ってんだこいつと。何言ってんだこいつって、ね。今日は珍しく木村さんがおかしい日だぞ。ドッペルゲンガーかなって。そうだからこの話聞くとなんか普段ドッペルゲンガーを見たっていうか、うんうん、バイロケーションで、うん、ケイスケどっかおったよねみたいなパターンの時も、うん、実はドッペルゲンガーではなく。その本当に取り憑かれてるお化けっていう可能性もあるってことになってくるじゃないですか、うん、本当に取り憑かれている、ああそうだね、うん、そうだね、ドッペルゲンガーっていうよりかは、うん、取り憑いてるお化けが俺の格好をしてるみたいな、うん、っていうのも考え出しちゃうと結構怖い。そんなあれかね、離れれるのかね、あどうなんすかね、距離これ近いじゃん、距離は、ね、かなり近いじゃん、ね、もうニアミスと言ってもいいぐらい、うん、同じ場所ですもんね、ね同じ場所だけど、うん、フロア内というか、そう、うんその、うん、離れることができるのが、なんかついてるっていうだけあってそんなになんか遠くに出張していかないような、ね、気はするけどね、うんうん、だからよりこうなんていうの、本当にあったんだろうなって思えるのがさ、まあまあ本当にあった話として送ってきてくれてるもんで、まあまあまあ、見たんだろうけど、この A さん、 A さん、うん、あ男性 A さんです、同僚、うん、同僚、うん、この A さんのが分かる A さんって思うぐらいに A さんだったんですよね。そうだよ、そうだよ。そういうことだよ。服装とかも全部同じだったんですかね。そういうことでしょう。いやーちょ、難しいなこの話も。一番目も結構難しかったですけど。なんかドッペルゲンガーさっきもさ、あの、はい、ウィキペディアではさ。はいはいはい、まあ、超常現象の一つみたいな感じだったけど、うんうんうん、なんかこの阿満さん、住職さんの話からすると、はい、うん、超常現象っていうよりも、まあ、なんか疲れてるみたいな、うん、そうですね、幽霊、まあ、幽霊を超常現象に含めるかどうかまた別の話で、うん、なんかその霊による働きかけとか、うん、霊による力というか霊の力、うんが、うん、ドッペルゲンガーとなって現れてるみたいな、うん、そんな雰囲気するんだよね。だって声を真似る霊だっているんですから ね、うん、その姿を真似れる霊もいそうですよね。そうだよね、うん、なんかそれこそもう完全に
A さんの格好をしてるわけじゃなくて別の霊に乗り移られてて、ねね、A さんの魂がそこにおるみたいなパターンもありそうじゃないですか。なるほど。見たのは A さんの格好をしたお化けじゃなくて、うんうん、A さんの生き霊というか、おうおうおう、追い出された A さんみたいな。あ、なるほどね。でトイレから出てきた A さんはもう完全に取りつかれてる、うんうん、みたいな状況だった可能性。急いで戻ったってこと？そしたらそのお寺に行く時は A さん B さんと私で行っとるだろう。なんかその時はさ、もう普通の A さんっぽいじゃん、うん、あ、でもそれも乗り移ったやつが、うん、別に負ける気しねえから、おう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 、どんな霊媒師来ても俺負けねえからいいよ、行くみたいな、みたいな、はい、だから A さんになりきってるみたいな。そうか、今もオフィスに A さんはいるんです。いるんだ、 A さんの魂は。魂が、なんかその人を認識するときにどこで認識するのかなっていう、例えば木村さんがここにいるじゃないですか、うん、うん、でその横顔を見たんですよね、多分壁に張り付いてる、うん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 、なんかその横顔をパッて見て、あ、 A さんだって思ってぐらいじゃないですか、うん、何してるんだろうなみたいな、うんうんうん、だから どんな格好が一緒だったのか、もう顔その細部まで見て完全に、うん、だったのか、うんうんうん、もしかしたらだって、A さんに見える風の霊の可能性、ちょっとウリ二つじゃないけど、うん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 、似てる霊が似てる霊、ああそういうことか、うん、だからドッペルゲンガーっていうよりかはさっき村さんが言ったように幽霊の類なのかなっていう、うんうんうん、そうだね。でもこれだと説明がつかないから、うんうん、とりあえずドッペルゲンガーとして捉えたみたいな。ああそうだよね、そうだよね、うん、完全にドッペルゲンガーの A さんと喋ってたりとかしたらこれドッペルゲンガーですって多分言えると思うんですけど、まあ、似た現象なのかな、うん、たまたまってことね、うん、あその可能性もないことないな。まあ例えばスーツ着てただったら、まあスーツの人がね、うんうんうん、まあ、背格好も同じような感じだったら、まあ、ありえるかなとは思うけどね、うん、まあ、本人にね、その A さんに自覚があるというかさ、うんうん、それはもう本当に相当強いものがついてるんでしょうね。ねえ、うん、もう共存してくみたいな、うん、まあその友も昔さ、とんでもないものがついてるよみたいなこと、そうそうそう言われて、でもまあ薄れてるって言ってますからね。言ってたからさ、うん、特にその頃に怪我したりみたいなことは、あ、でも何かと運は悪いなって思いますよ。そのタイミングでそれ来るみたいなのとか結構ピンチの時期はあったっすよ。そうか、なんか入り用があった時に払ってのそのまた入り用が来るみたいなピンチとか、はいはい、あと精神的に嫌なことがあったとかが重なったりとか、うん、怪我とかはないっすね。ないか、うつ病ぐらい、まあ、まあ外傷はないけど、でも分かんない、結局それはなんかそれのせいなのか自分のせいなのか、まあまあそうだよね、うん、まあ、そうやって言われちゃったらそっちを意識しちゃいますもんね。そう、元を正していくと今考えると、うん、まあ、自分が引き寄せてるなっていう要素もあるから、そうだそうだそうだ、そうだね、まあ、その時はなんでだよっていう考える余裕もないから、うん、次々に来ちゃって、うんうんうん、あるっすけどね、まあ、今はそんなにかな、薄れてるならよかったね。うん、うん、で、あれそう、神社とかも行ってますしね。え、あ、そうなんだ。はい。あ、行った。がっつり参拝とかはないですけど、うん、だ、ケイスケとも一回あくみ豊橋の神社に行きましたからね。はい、うんうん、あ、そうなんだね。普通に歩いてるところとか、うんうん、へー、神社に入りたくないっていうのはなくなったんですよ。あ、でもがっつりそのお参りとかで行ってはないですけど。うん、また。いいんじゃない。もうそろそろ、まだか、厄年はもうちょっと先か。30今今年5の。あ、そうかさ、まだ先だね。じゃあ、まあなんかのきっかけに。あ、でもね、前話してた、はい、滝の神社、ね。あ、滝の、はいはい。あそこ行ってこようかなと思ってるんで。あ、いいじゃないですか。うん、三重県だったっけ。三重県。ああ、うんうんうん。うん。
そこにもう一回ちょっとね、5000円払って、うん、いいじゃないいいじゃない、はい、また話を聞かせてくださいよそれは、はい、また住所間違えられたっつって俺が金払って俺じゃないやつをにご利益があるっていうひどい、お払いおごり、お払い、本当だ本当だ、お払いおごり面白いなちょっとねそれも、もし行ったらまた聞かせてください、はい、ちょっと近々行こうかなと思ってるんで、あ、いいですね、はい、という、うん、なんかあれだよね、この他にこの A さんのドッペルゲンガーの他にカロノさんはなんか見たことあるのかな、他の意味で、ね、そうですね、元々の霊感みたいなものがさ、そのオフィスとかでもね、そうそう、うん、どうなのかなっていうね、そこはちょっと気になるなみたいな、うん、またあの聞いてたらね、あのコメント欄でもメッセージでも、うん、送っていただければ、はい、ね、はい、はい、ということで、ミヤンさんとカロノさんですね、うん、ありがとうございました、ありがとうございまし た。では木村さん、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。